はい、ということで、今回ですね、またこのカーパーキングのアップデートの内容なんですけど、今回これ、まあ、エンジン音がちょっと音が変わってしまってどうなんだっていう、まあ、コメントもですねたくさんあるんですけど、これですね乗せるエンジンによって音が決まったということですよね。はい、ちょっとまだですねちゃんと確認できてないんですけど、まあ、一応そういうことになっておりまして、まあ、こちらのですねこのチューニングのところでこのエンジンがですね全部で10種類かなあるんですよ。でこのエンジンをですねこう乗せ替えるともうそのエンジンの音になるということで、まあ、ちょっとですねこのスープラ、一番高い、まあ、これ課金エンジンと言われるやつですけど、W16 の、8リットルのですねエンジン40万のやつ買ってありますので、まあ、これこのエンジンをですねこのスープラでエンジンを全部開放して、今回徹底的にですね、音の聞き比べとかしていきたいと思います。でとりあえずまず全部買っていきます。はい、買いました。今回ですねこれ持ってるアイテムはこう灰色になるようになってます。買ってないやつは白ですね。で今自分が選んでるやつは緑で装備してるのは黄色と、いうことになっております。でも今の状態でですねちょっとアイドリング聞いて、まあ、エンジン音わかると思うんですけど、まあ、今ですね2リットルの直四エンジン、装着しております。で次ですね 2.5 リットルの直四、はい、これですね音変わってないですよね。まあ踏んだらどうなるんかっていうところはあるんですけど多分変わらないんじゃないでしょうか。で次3リットルの V6、 はい、音変わりましたね。で 3.5 リットルの V6、 はい、これ一緒ですね。この2つ一緒で次4リットルの V8、 あ、変わりましたね。で 4.5 リットルの V8、一緒ですね。で、5リットルの V10、 あ、変わりました。で、6リットルの V10、 一緒ですね。で、6リットルの V12、 お、これ静かですね。変わりましたね。で、8リットルの W16、 あ、違いますね。はい、ということでここからちょっとマップに出て、まあ、1個ずつ乗り比べていきたいんですけど、まあ、まずこの直音2リットルと 2.5 リットル、まあ、聞き比べて、まあ、音に違いがなければ直音 V6、V8、V10 まではですね同じ音ということになると思いますので、まずはですねこの2つを聞き比べしていきましょう。じゃあまずは2リットル直音を装備します。はい、今ですね2リットル直音、まあ、結構まあ音としては、まあ、軽い音しておりますね。でちょっと吹かしてみます。おお、いいですね。まあやっぱりエキゾーストショットの音が弱いこっちが気になる、このカランカランっていうはい、まあ音としてはこんな感じですね。まあ、ターボついてないんでシュトゥンとかは言わないですけど、こんな感じです。はい、じゃあ次ですね 2.5 リットルの直音、まあ、多分音変わらないと思うんですけど一応聞いてみましょう。はい、いきます。あ、いや一緒ですね、うん、一緒一緒。じゃあ次、V6 エンジン、 V6 エンジン、 V6 エンジンはちょっと音がね低くなります。はい、これですね、V6、 じゃあいきますよ。おお、はいはいはい、こういう音ね。ちょっとファイナル下げたんで進めますよ。まあ進んだところでまあ一緒ですね。
まあ、この音で行くんで、まあでもまあやっぱり今どうでしょうね、この音は。で、直四エンジンあるんですけど、直六とかないんですよね。 V ばっかりですよね。ほとんど V ですよ。次 V8 いきます。はい、V8 ですね。いきますよ。おお、あ、もう僕はもう今のところこのエンジン一番好きやな。あ、いいね。うわ、 V8 の音いいわ。うん、この音いいですね。今のところ V8 が勝っております。じゃあ次 V10 行きましょうか。 V10 はまたちょっとアイドリング高いですよね。はい、 V10 です。行きます。おお、すごい、めっちゃ高いぞ。音が、音高え。なんやこれは。まあ、高い音がね、好きな方は V10 ですね。高い音が好きな方は V10 選びましょう。これは高いね、マジで。はい、ではですね、次 V10 に行きましょう。 V10 にまた音低くなってますからね。さあ行きますよ。おうおお、早っ。もうちょっとここまで来るとまたファイナルギアがあれかな、合ってない感じかな。これもね、でもアイドリングは低いんですけど、まあ、エンジン音としてはちょっと高い感じですね、音が。はいはいはい、なるほど。こういう感じのね、音でございます。ちょっとまあ軽いですよね、やっぱりちょっと軽い音が多いかな。 V8 ぐらいかもしれない。はい、じゃあ最後ですね、 W16。 はい、これまた低いですね。はい、いきますよ、 W16。 おお、あー、この音もいいな、やっぱり。かなりね、攻撃的な音ですね、やはりこれは。これはなかなか攻撃的な音です。
はい、ということでですね、各エンジンのですね音聞き比べやってみました。で、あと最後にですね、今回全部スープラでエンジン乗せ替えて見てみましたけど、まあ、本当にこの車種ごとの違いはないのかというのもですね一応検証しておきたいと思います。これ今ですね W16 が乗ってる、80スープラですね、まあ、ちょっとさっきも音を聞いてますけど、この感じですね。この音を覚えておいていただいて、はい、久しぶりのですねこちらの i8、まあ、これも W16 エンジン乗せております。で聞いてみましょう。はい、一緒ですね。まあ、ちょっとあのターボが乗ってるんでシュンポンポン言うてますけど、この中の音としては一緒ということでございます。これもね、なんでこんなに馬力上げたんかわからないんですけどね、なぜかもう最大までやってますよこれ。ドリフトしたかったんかな、もしかしたらドリフトがしたかったのかもしれないですけど、ちょっとねなんでかわかりませんけど、まあなんかあの全部タイヤが 0% なってるんで、もうめちゃめちゃドリフトしやすいですね、どの車も。これもタイヤ買い替えない限りは全部 0% でしょうね。めちゃくちゃドリフトがしやすいでございます。まあいっぱい作った車ありますからね、ちょっとなんか今まで作った車オールドリフト大会みたいなちょっとやってみたいんですけどね、ジャンル分けてもいいな。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんもですね、ちょっと今回の動画を参考にですね乗せるエンジンを選んでもらって、好みのですねエンジンサウンドを楽しんでいただけたらなと思います。ということでよろしくお願いいたします。